どうも、ふなしゲームズふなしです。今回は FIFA20 に、追加されたと噂されているダイブについてこの動画で紹介していきたいと思います。Twitter の方ね、やってる方は見たことあると思いますが、走っていって勝手にね、こけて、シミュレーションをしているような動画が今ね広まっています。で、FIFA20 にダイブ追加されたんじゃないかというふうに言われているんですが、その真相としては、ふなしの方もね、FIFA20 の方、配信ね4時間ぐらいやってる時に1回だけ相手選手が、ダイブのような、モーションをしたものがありましたので、そちらの動画ね、ちょっと見てください。はい、このようにですね、今回 FIFA20 ね、かなり新しい選手の動きモーションっていうのが追加されていて、体験版やった方気づいてる方も多いと思いますが、キーパーのねボールを止める動きっていうのが新しくなっていたり、あとはねパスのモーションとかいろいろこう新しいモーションっていうのが動きっていうのが追加されています。で、今回のダイブっていうのも新たに追加されたモーションの、一つだと思われます。で、だいぶねコマンドっていうのは存在していなくて、もうランダムで選手が勝手に、ダイブするようになっています。このシーンもこれ船橋全くね操作してないんです。この背番号2番のディフェンダー全く操作してないんですが、相手のドルトムントの、サンチョが突っ込んできて勝手に足かかってこけて、これ PK 取られました。で、新しいモーションでダイブが追加されているだけであって、コマンドっていうのは存在しないというものになります。いろんなですね他の海外の、実況者の方の動画とか見ていると、体当てられた時に大げさにこけてファールをもらうというようなシーンが、多数見られたので、今作こう理不尽なね PK であったり理不尽なファールっていうのが増えてほしくはないけど、それもそれで、リアルなサッカーに近づいてるのかなというような、ポジティブな見方もできるような気もします。はい、ということで、今回は非常に短い動画ですが、ダイブ FIFA20 に追加されたのかっていうようなね、ダイブの真相についての動画でした。理不尽なファール、PK が増えないことを祈るばかりです。他にも PK 講座やいろいろ FIFA20 に関する情報の動画アップロードしておりますので、もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では、今回の動画はこの辺で。またね。